阿部慎之助監督初実戦の侍ジャパン戦、暴走してみなさい。こちら侍ジャパン初戦の巨人オーダーになります。メンバーは宮崎秋季キャンプ参加中の若手が中心。同監督は失敗を恐れないで、例えば走塁だったら暴走と構想は紙一重、構想しろと言われると無理だから暴走していい、暴走してみなさいと言ってみてあげた方がいいかな、無理かなと思った時はいけと、そういうのを癖づけていければいいかなと思うと積極性を求めた。すげえ接待メンバーだな。盾を買ってまだおったんやな。なんか阿部って痩せたらおらつかなくなったんか。最初からやってない松荘にしてもマスコミの捏造と暴露された。イメージてかわいそうやな。盾を買ってリハビリで育成だよな。暴走してみなさい、怒りますよ。ばっかじゃなかろカルンバ。元巨人の YouTuber が松荘はあったと言ってた。イメージと違って選手思いの良い指導者だったとも言ってる。ご視聴ありがとうございました。